来ないでくれ。これが我は力を与えただけだ。逃走という概念を、成長の契機を。お前たち人間がここまで栄え力を持てたのはなぜだと思う？黒の鬼神の思考システムが人の影響を受けて目覚めた存在。悪意を持って創造主の知性を支配し、呪いの形でみんなに干渉していった。ああ、ある意味において人の業が生んだ奇跡でもあるんだろう。その行動理念は闘争、いい意味でも悪い意味でも人を導いた。確かに闘争は人を進化させ高みに向かわせる契機の一つだろう。その意味でお前は炎や知恵を人に与えた神だったのかもしれないな。そうだ、その通りだ。我の起動者となればお前も。だが悪いな、ここから先は人の時代だ。お前を生み出してしまったサガと向き合いながら高みへの可能性を目指す。さらばだ、いじめるか、魂があるかわからないが、せめて女神のもとへ。やり遂げたか、ディーン。ああ、なんとかね。でもいつの間にかあなたに気安い口調で喋っているな。なに、気にすることはない。もとより14年前は親子だったのだ。テオに託したのは少しばかり後悔しているがな。そこはまあ、テオ父さんの方が付き合いは長いからね。ありがとう、あなたの思いと覚悟が分かって嬉しかったし誇らしかった。でもさすがに親子かな、ちょっと行動パターンが似すぎている気がするんだけど。自らを犠牲にしがちなあり方か。反論はできぬが、お前はまだまだ先が長い。己を捨てて他を生かすのではなく、己も他も生かすのを最後まで諦めるな。お前の死の教えも結局はそこにつながるのではないか。そうか、そういうことか。ああ、やっと胸に落ちた気分だよ。行くんだな。ああ、ここは狭間、かりそめの開口でしかない。だが会えて嬉しかったぞ。ああ、俺もだよ。ミリアムにクレア、レクター、
ルーファスにもよろしく伝えてくれ。それでは、さらばだ、息子よ。さよなら、ゲリアス父さん。教官、終わったのね。ええ。千の陽炎でも間違いなく動きがあるはず。今頃ヴァンダイク元帥やカシウス中将が動き始めているかもしれませんね。リーン、その髪。そうか、呪いが消えたから。ニエとしての変化も元に戻ったというわけか。よかった、本当に。やっぱり教官といえば黒髪ですよね。そうね。少しばかりビジュアルが被ってたからな。最後に戻ってくれてよかったぜ。黄昏が決着しちゃったから。分かってはいたけど。ああ、最初から言ったように単なるボーナスステージだ。2年前みたいに締めっぽいのはなしにしようぜ。そうだね。ミリアム。ミリアムさん。前にも言ったように、今の僕は総国のために作られた剣だからね。実体のない概念兵器みたいなものだし、儀式が終わったら消えるってわけ。ミリアム。お姉ちゃん。そんな、でも何、そのように諦めよくする必要もなかろう。バリマール、オルディーネ。来るがよい、我が腹からよ。最後の刹那、去りゆく前に集おうではないか。よかろう。承知しました。
その通りだ。まるで長き夢を見ていたかのようだな。ですが、七の総国は果たされ、大いなる一の呪いも解けました。クロはあの末路をたどったが、今はそれをことほぐことにしよう。なんという、壮観極まりないが条件は揃ったようだね。どうしたの？やっぱり他の連中と同じく不死者の身だったのね。ああ、それが王者としての人格を完全に受け継ぐ条件だったからね。すまないアリサ、ようやくちゃんと話せたばかりなのに。だが最後に二つばかり、研究者としての成果を示そう。デウス・エクセリオンよ、大地の眷属の王者として要請する。大地の司法ロストゼームのサクラメントプログラムをブート、残留エネルギーを生体素子に変換、合わせて概念空間の剣を実体化せよ。はああ、まさか。ええ、そのまさかね。暗黒時代の魔導士たちが追い求めてやまなかった禁断の領域でも、女神の二つの司法の最後の力を掛け合わせれば多少の無理も通るそのような裏技が可能とは夢にも思わなんだぞ。やるなあクロノ、いやフランツ・ラインフォルトできればあなたにも手伝っていただければと。うむ、もちろんじゃ。デウス・エクセリオンよ、炎の眷属の王者として要請する。アークルージュのサクラメントプログラムをブート、コンパクト修復されし肉体をなじませ、合わせて剣のコンパクを固定せよ。もしかしてあれは、うん、キーヤが雫の目を直したののすごい版みたいだね。なんだったんだ。たく、今度はスマートにアバヨと行くつもりだっつうのに。なんだ、ジロジロと見やがって。一体何が。どうして消えかかってたのか。それにこの髪、体の様子も。黒血色もそうだが、髪も元のグレーに戻っている。やったー、ミリアム。お姉ちゃん、なんかとんでもないことが起きたみたいだけど、なんか眠くなっちゃった。ごめん、ちょっと落ちるね。だけみたいです。概念兵器の実体化、とんでもなさすぎでしょう。おーい、
大人数すぎだろうまくいって何よりだ。父様バリマール、オルディーネたちも。何せ西方の残された奇跡を合わせたのだからな。まあただ一度きりの反則技とでも思うがよい。ああ、分かったぜ。待って、だったら父様も。父様だってなんとかなるんじゃん。いや、遺伝子情報に魂魄の残留度、この方法は不死者となって短ければ短いほど成功する。私が不死者となって10年、同じ方法は通用しないだろうね。そんな。お嬢様。フランツ先輩。ジョルジェ、言うまでもなく君はいくらでも間に合う。この帝国を立て直すのに私の分まで礎となってほしい。わかりました先輩。シャノンさん、一度アルベリヒとして君が入れてくれた紅茶をいただいたが実に美味しかった。これからも妻やお父さん、アリサに入れてあげてくれ。はい、もちろんでございます、フランツ様。行くのか、バカでしよ。ええ、先生。どうかお体にはお気をつけて。アリサも短い開口だったけど、大きくなった君に会えて嬉しかった。どうか元気で。イリーナとお父さんによろしく。私も嬉しかった。愛してるわ父様。バリマールたちも行ってしまうんだな。たく、自分たちだけでとっとと行っちまうなんてな大いなる一を御するのがもとより我らの役目でもあった。それが成し遂げられた今、存在を消滅させるのみでしょう。胸を張るがいい、我が起動者、いや相棒よ。かつての起動者の息子、あがきながらも前に進むお主を支え、成長を見守れたのは得難き日々だった。機械であるこの身にとっても実に誇らしく、胸が躍るような。リーン、私はお前を誇りに思うぞ。俺も楽しくて本当に誇らしかった。ありがとう相棒。お前のことは忘れないよ。そうだ、リーン君、ユーシス君に、アルティナも。落ち着いたら工房本拠地跡、生態研究棟を調べてみるといい。その剣を持ってね。それじゃあ。
たちだったね。ああ、どこまでも大きく僕たちのことを思いやって。はい。それと最後のフランツさんの言葉は、うまくいったみたいですね。閣下も喜んでいることでしょう。たく、自ら悪役を引き受け徹底的にやり遂げやがるんだからな。ある意味父親としてハマりすぎてたっつうか。まあ寝首もかかずに付き合ったこっちもこっちだからな。生き残っちまったことだし、おっさんの責任は取らせてもらうぜ。ええ、そうですね。ただしレクターさんの方は軽めで、王太女殿下とのお約束を破るわけにはいかないでしょうし。ああ、ふざけるなっての。情報局と鉄道憲兵隊を比べたら極刑になるのは明らかにこっち。いや、おそらく君たちはそう簡単には解放されないだろう。帝国のこれからを立て直すのにね。ヨルムンガンド作戦の中断、恐ろしいほどの混乱が起きるはずだ。停戦交渉に賠償問題、おそらく国内も呪いが解除されて大混乱に陥るだろう。ともすれば帝国という国家がなくなってしまうかもしれぬほどに。そんな中、 TMP と情報局の意義は君たちが考える以上に大きいはずだ。そうかもしれねえな。閣下の戸川筆頭たる私が受けよう。今回の騒動およびクロスベル問題をより良い形で決着するためにも、残された我々はそれぞれのやり方で、言ってしまった彼に報いなくてはな。はい。たく、さようなら閣下。今までありがとうございました。あばよ、おっさん、せいぜい煉獄で見守っててくれよな。ねえねえ、考え直すとしたらこれが最後のチャンスだよ。っていうか、さすがに思い切りが良すぎじゃないの？いくら結社が来るもの拒まずだからってさ。毒を食らわばというだけですよ。このまま帝国に残っても、皇太子たる僕を極刑にはできない。かといって廃着にしてアルフィンか兄上が継いでもしこりとなるでしょう。ならばこのまま行方不明となって帝国から消えることにしますよ。どうやら結社も人手不足の様子、そこそこ腕に覚えもあるつもりですしね。あ、執行者として認められればいろいろと好き勝手ができるんでしたっけ。これを機に帝国以外の広い世界を見て回るのも面白そうだ。思い切るじゃん。いいよ、それだったらシャーリーと一緒に行くとしようか。ちょうどベイオウルフも来てるし、そのうちパパにも紹介してあげるよ。パパって刀身でしたか？ってそういう意味じゃないんだろうな。ええ、お願いします。さよなら、アルフィン、兄上、クルトニ、リーンさんたちも。
それから半年以上の日々があっという間に過ぎ去っていった。大いなる黄昏が解除されたことで、世界大戦は2日目で停戦へと向かった。バンダイク元帥とカシウス中将の協力により、より被害が少ない形での停戦合意がなされ、さらに手術が成功したユーゲント陛下がマスコミを通じて復帰を宣言したのである。合わせて暗殺未遂が共和国の仕業ではなかったことも全世界に発表され、国内では大混乱が、国外では非難の嵐が巻き起こることとなったが、レーグニッツ帝都知事が政府の代わりに精力的にそれをフォローしていくのだった。それを受け、共和国や大陸各地に展開していた帝国軍は即時撤退を開始し、徹底的な追撃なども予想されたが、共和国軍もそれを深追いはしなかった。実際帝国軍の戦力は圧倒的だったため、手を出すことでの反撃を恐れたと見られる。まるで悪い夢から覚めたかのような、多くの帝国軍兵士に帝国民、一方共和国では当然のように帝国への激しい非難が巻き起こるが、幸い1日目の地域で避難は完了していたため、民間人の被害が最小限にとどまったのは大きかった。退任間近のロックスミス大統領も慎重に対応し、不満をある程度抑える方向へと持っていく。次期大統領もそれを了承するが、帝国に対し天文学的な賠償金を要求する方針が伝えられ、レーグニッツ知事が暫定主犯となった帝国政府はそれに対処する政治交渉を迫られることとなった。そんな中でも帝国軍が撤退したクロスベルへの共和国軍の侵攻については強く釘が刺され、リベール、レミフェリア、アルテリア報告もその点だけは共和国に強い自制を求めるのだった。なお賠償金は帝国政府、皇室、RF グループ、海援旗を中心とした四大名門が賄うことに。なお、クロスベルから帝国正規軍は撤退し、帝国政府とマクダイル議長の交渉も始まったが、総督府治安部隊、通称総督親衛隊は了承せず、一時市内全域が彼らに制圧されることになった。逮捕されたルーファス元総督の呼びかけにも応じず、共和国軍による侵攻も危ぶまれたが、かつて軍警に所属していたクロスベル警備隊と市民の有志に解決が委ねられるのだった。そして劇団アルカンシェルに看板女優3名が戻った初公演の日、動力ネットで撹乱された親衛隊は一気に制圧、有志たちの手でクロスベルは解放されるのだった。なおその中心にはかつて多くの事件を解決した特務支援課関係者の姿があった。対外的な困難を乗り越えつつ、さらに大変なのは混乱を極める国内事情だった。戦争を先導したオズボーン宰相の死も公表され、抑圧されてきた貴族が反動で動こうとする一方、民衆はその動きに反発、皇族が両者を何とか抑えることに。しかし皇族でありながら宰相と共に戦争を煽っていた皇太子の行動も取り沙汰され、彼が消息不明となったこともあり、皇族もまた厳しい立場に置かれることとなる。そんな中、アルフィン公女や左目を失いながらも生還したオリバルト王子が真摯に国民に向き合い、国内外の信用を少しずつ取り戻していくのだった。またクロスベルでの状況を受けて、ジュライ、ノーザンブリアでも独立の機運が出てきたが、一方で10年近い経済特区としての成長や貧困などの理由で貴族維持を主張する勢力も場合によっては新たな火種になりかねず、関係者にとっては頭の痛い問題となっていた。なお
オズボーン宰相の直属とささやかれたルーファス元総督は逮捕されることになったが、同じく直属だったクレア・リーベルト少佐とレクター・アランドール少佐は逮捕を免れ、それぞれ情報局鉄道憲兵隊の責任者として国内の混乱収拾に尽力することとなった。ただし両組織とも政府直属の立場を失い、いずれ新たな形に再編されることが決定していた。遊撃士協会は地位を取り戻し、各地の支部が5年ぶりに復活する流れとなった。大陸各国から高位遊撃士も派遣され、帝国各地の様々な混乱の収拾に協力していく。ちなみにギルド筋の極秘情報によると、行方不明のセドリック皇太子があろうことか結社ミクラウヘビに身を投じたのだという。執行者なる高位エージェントとなったという噂も流れているが、真偽のほどは定かではない。そして他の四大名門やレーグニッツ暫定主犯司法監察員と協力して事態に当たっていた公爵家代行ユーシス・アルバリアは、数ヶ月後一区切りがついたところで仲間たちと共にとある場所に出向く。全員が全員それぞれの立場で混乱収拾に尽力していた日々の後、数日後とあるささやかな集いにお互い出席する意思を示した上での再会だった。OZ73 のバックアップ素体だっけ。アリサのお父さんが用意してたんだよね。うん、自分に戻るわずかな時に用意したらしくて、黒に気づかれないようことを運ばれていたようですわね。すごい人だったのだな。チートすぎんだろ、あんたの裏技といい。ああまったくだぜ。大丈夫、マナも安定しています。完全なる無垢の魂、衝突なども起こさぬじゃろう。私たちがサポートするから、早速始めるわよ。ユーシス、何をボケっとしてるんだ。さあ剣を前に。ああほら、アルティナも。大丈夫です、きっとうまくいきますから。だからアル、勇気を出して。大丈夫、ちゃんと安定している。女神様、どうかお願いします。こんな奇跡、もちろん滅多にあるわけないだろうが、それでもどうかこの子たちに免じて。
目を丸くしてどうしたの？ってあれ、僕確かあの時ミリアム。お姉ちゃん。お、ちょっと二人ともどうしていきなり。リーユ、ミノも一体どうなってるのさ。そんなの決まってるだろ。眠っていたみたいだし、伝えたいことは山ほどあるけど、まずはこの言葉じゃないとだな。おかえり、ミリアム。Thank you.
なるほど、顛末については了解しました。しかし少々こちらの想定を超えた状況となったようですね。第7中が参加し、第2中が未だ袂を分かっているのはともかく、鉄器隊にマクバーンまでがこちらに帰還していないとは。いや、今更ながらに自分探しを始めちゃったからね。鉄器隊は鉄器隊で何やら独自に動き始めてるみたいだし。心配いりませんわ。第2中は理知的で慎重な人、次の計画には協力してくれるはずです。そうすれば敵隊にマクバーンさんも戻ってきてくれるでしょう。ブルブランにルシオラも同じくかな。まあクルーガーはもう絶対に戻ってくれないだろうけどね。レーベ、ヨシュア、レンに続いて完全ドロップアウトは4人目か。代わりに面白い駒が手に入ったからいいじゃありませんか。イニシエの血の魔力も大したものですし、まさに期待の新人じゃありませんこと。まあね、だいぶ世間知らずだからしばらく誰かに預けた方が良さそうだけど。まあ執行者の扱いについてはあくまで自主性に任せてください。くれぐれも白面殿のような顛末を繰り返すことがないよう、ご注意を。私の前任者というのは、清々しいまでの嫌われっぷりですわね。あなたも負けないくらい、いい性格してると思うけど。三人とも、揃っているようですね。いらっしゃったか。はっ、おいでくださいませ、主。マリア・ベルジョン、ご苦労でした。減塩計画をつつがなく完了させてくれたようですね。深淵殿と聖女殿の下地を整えただけですけれど、結局炎と大地の資本は。この次元からの消失を確認しました。幻のように完全に消滅したわけではありませんが、人の子が再び利用することはほぼ不可能と言えるでしょうね。そうですか。順調といえば順調と言えるのかな。ええ、我らの計画にいささかの揺るぎも発生していません。ビータ城が私を信じ続けながらもさらなる別の道を探り始めていること、あのどこまでも誇り高き人リアンヌ・サンドロットの懺悔も、異界の王であったマクバーンが故郷がどうなったかを知ったことも、ヨシュア、レン、シャラムの離脱も価値ある選択だったと言えるでしょう。すべては恩義の慈悲と英知のうちにですわね。あなたという現象そのものがアルスマグナであるかも。いいえ、私は影、世界に黒煙を告げるだけの存在です。博士たちの不在ではありますが、今この場をもって宣言しましょう。黄昏にいる終焉は回避され、世界の命数はわずかながら伸びました。全ての無へと至るまでおよそ3年、これより
オルフェウス最終計画が第3段階、永劫回帰計画を開始します。